改めてようこそお越しくださいました。東京都東京芸術劇場公益財団法人東京都歴史文化財団読売新聞社主催高知新聞社公演によります第907回金曜コンサートです。来週にはもう7月に入ってしまいまして、今年に入ってから特にもう時の流れを早く感じております。今日は、今年の金曜コンサート前半の最後の時となりました。どうぞ皆様1時間ごゆっくりお楽しみください。演奏は東京消防庁音楽隊の皆さん、そして指揮は五十嵐清志隊長です。ご案内は福田純子です。よろしくお願いいたします。それでは早速プログラム1曲目です。行進曲ナショナルエンブレムバークレーの作曲です。それではお願いします。コウモリなどでよく知られていますヨハン・シトランス2世の作品で1858年に作曲されました。トリッチトラッチというのは日本語で言いますとペチャクチャおしゃべりする様子、それが表されているんですが、おしゃべりポルカとも呼ばれています。当時すでに有名人だったヨハン・シトランスが
町で自分のことを噂しているおしゃべりを聞いて、客層が思いついたと言われております。このトリチトラチという題名、ヨハン・ストラウス自身とても気に入っていたようで、自分の飼い犬のプードルにもトリチトラチという名前をつけていたそうです。その名の通り、賑やかで楽しいポルカです。それではノーマン・リチャードソン編曲でお聴きいただきましょう。トリチトラチポルカです。セバスチャン・バッハは教会カンタータを200曲ほど残していますが、カンタータ心と口と行いと命もでは、それらの中でも最も名高いものの一つです。主よ人の望みの喜びようは、ドイツ語ではイエスこそ我が喜びと言われます。第147番に含まれるコラールで、厳かな中にも心が現れるような美しい旋律と明るい響きが印象的です。主イエス・キリストこそ私の喜び、私はこの方を抱きしめる。主は病と悲しみの中にあるときに命をくださる。イエス・キリストは私を愛し、ご自身のすべてを与えてくださる。どんなときもイエス・キリストから離れることはないと歌われます。ではアルフレッド・リード編曲でお聴きいただきましょう。主よ人の望みの喜びを。
次はザ・ダムバスターズ。19世紀から20世紀にかけてイギリスでは大衆的で親しみのあるクラシック、いわゆるライトクラシックが盛んに演奏されました。アメリカで発達したイージーリスニングとはちょっと違いまして、あくまでもクラシックの形式をとって、ちょっと軽めな作品といった、方が分かりやすいかと思います。そのイギリスライトクラシックの中でも、最も有名なのがエリック・コーツです。ザ・ダムバスターズはイギリス空軍爆撃隊の活躍を描いた1955年の映画暁の出撃で使われた行進曲で、コーツのヒット曲の一つです。軽快なテーマと劇的なクライマックスをお楽しみください。ダグラス・バーグナー編曲でお聴きいただきましょう。ザ・ダムバスターズです。ではどうぞ。Thank you.